さあ今日は初詣のためにここ原宿に来てます。今日は明治神宮の方に、初詣に行くので、混雑を避けて1月の3日来てますけども、混雑具合どれぐらいなのか気になりどころですけど、今日は新年一発目、今年の幸運を祈願して初詣行ってこようと思います。ゆっくりと前にお進みください。今日は明治神宮の方に初詣行ってまいりましたけど、いやーだいぶ人の波はだいぶ戻りつつありますね。渋谷の様子を見てもこんな感じでね、だいぶ人流は戻りつつあるかなというふうに思います。オミクロン株、日本ではまだ、流行の兆しないですけども、街はすでにコロナ前のような、喧騒に戻りつつあるのかなと、徐々に前の日常に戻りつつあるような感じがします。あんまり浮かれすぎてね、コロナに感染するといろいろ年明け早々辛いことになりそうなので、あんまり気を抜かずに、これからも感染対策を徹底していこうかなと思います。